独立しろと突然言ってきたヘアサロンの共同経営者である友人。その言い分に納得できず反論した俺に、友人は態度を表変させる。うるさい。ここは俺が開業した俺の店なんだよ。ここの店も売り上げも全部俺のものだ。お前はクビだ。怖い顔で睨みつけながらそんなことを言い出し、俺は店から追い出された。職を失い途方に暮れる俺だったが、その数日後。あなたと出会ってピンときたの。やめてくれてよかったわ。ある人物の登場により、思いもしなかった展開が待っていたのである。俺の名前は杉江里央。共同経営者である黒木純太と共に、中規模のヘアサロンを経営している。純太とは美容系の専門学校時代の同級生で、その頃からの友人同士でもあった。純太も美容師の免許は持っているが、彼はもともとサロンの経営に興味があったらしく、普段は主にそちらの業務を担当している。そして、俺は共同経営者となっているが、経営よりは実際にお客様と触れ合うことのできる現場が好きで、主に店長として顧客対応やスタッフ指導など、自らフロアに出て動き回る毎日を送っていた。純太と俺、二人でこのヘアサロンを開業して5年。幸い常連もつき、経営も軌道に乗ってきていた。そんなある日、クロージングを終えてお客様の見送りにドア前まで出ていた俺の耳に、ちょっとどうしてくれるのよという金切り声が店内から響いてきた。何事かと振り返ると、揉めていたのはカットのオーダーを受けていた若手スタッフ、そして初めてこの店を訪れたという女性のお客様。私、長さは揃える程度でいいって言ったわよね。なんでこんな短くなってるの？怒り心頭という様子で、女性は担当していたスタッフへそう問いただしている。そしてその横では、スタッフがひたすら頭を下げていた。申し訳ありません。シーザー、ハサミの種類を間違えてしまって。なるほど。どうやらスタッフのミスで、オーダー以上に髪を切りすぎてしまったようだ。だが、スタッフのしどろもどろの謝罪を受け、女性はさらに顔を赤くする。間違えたで済むと思ってるの？何よ、髪なんてまた伸びるんだからいいだろうって？わかったわ。そっちがそのつもりなら、こっちにも考えが。お客様、この度は当店スタッフのミスで大変なご迷惑をおかけし、申し訳ございません。私、当店の店長を務めております、杉江と申します。周囲が不安そうに見守る中、俺は女性とスタッフとの間に素早く割って入り、まずは丁寧に頭を下げた。何？あんたここの店長？ちょっと、スタッフの教育どうなってんの？矛先をスタッフから俺に向けて、女性が再度怒りをあらわにした。それに再び謝罪しつつ、俺は誠心誠意相手へと訴える。お客様のお怒りはごもっともです。ですが、もう少しだけ当店にお付き合い願えませんでしょうか。お客様はお顔立ちが華やかでいらっしゃるので、それがさらに際立つよう調整させていただきます。もちろんお代はいただきませんと続けたことが功を奏したのか、女性客は一度考えるように沈黙し、それからうなずいた。わかったわ。そこまで言うならお任せするわ。時間がないから手早くしてね。そう言い置いた相手に礼を述べ、俺は早速自身のシザーを動かし始めた。そして10分後。嘘。お待たせしました。という俺の言葉に顔を上げた女性は、鏡に映った自身の姿に呆然と見入っている。その横で、俺は冗長にならない程度に口を開いた。
サイドとトップを少し軽くして、お顔立ちの華やかさが際立つようにさせていただきました。また、お客様の髪の毛は少し癖がありますね。お家でも扱いやすいようにカットで調整いたしました。そう、そうなの。梅雨の時期なんかは本当に手入れが大変で、だから長く伸ばしてまとめられるようにしていたのだけど。すごい。私、こんなに心が弾むような髪型にしてもらったの、初めて。ぽつりとつぶやかれたその一言に周囲は安堵し、俺もにっこりと笑った。髪の状態がとても健やかでしたので、お家でもきちんとお手入れなされている方なのだなとすぐにわかりました。こちらこそ、お客様の新たな美しさに寄り添うことができて、大変嬉しく思います。そしてほどなく、女性客は正規の料金を払い、上機嫌で帰っていった。その日の閉店後、外回りから帰ってきた純太が、九段のクレーム対応について小耳に挟んだらしく、早速俺に声をかけてくる。聞いたぞ。またお前のファンを増やしたらしいな。俺のファンじゃないよ。あくまで店のファンな。でも、喜んで帰っていただけて本当によかった。純太の言葉に首を振りながら、俺は小さく笑う。手に職をつけたいという目的で美容師を目指した俺であるが、それでもお客様が来店時よりも美しく笑顔になって帰っていく姿を見るたび、この仕事について本当に良かったと心からそう思うようになった。またまた、その女性もすっかり機嫌が良くなって次回の予約までしてたらしいじゃないか。それもご指名で。まあ確かにお前、同期の中じゃセンスも腕もズバ抜けてたしな。からかい混じりに絡んでくる彼に、俺は微笑みを苦笑に変える。俺は現場が好きなだけだよ。その分、お前には経営のこと任せっぱなしにしてて悪いとは思ってる。なあ、俺にも何かできることがあったら。だが、俺の引っかかりを明るく吹き飛ばすようにして、純太が破顔した。大丈夫だから。俺は美容師としては凡庸だけど、お前より経営センスだけはあるからな。今回の件も助かった。リオはこれからも店のことに集中しててくれればいいよ。うん、ありがとう。友人であり、共同経営者である彼の理解ある言葉に、俺は今一度礼を述べたのだった。それからしばらく経った頃、店に一人の女性客が現れた。間違いないよ。あの人、女優の日村陽子だって。うわぁ、本物を初めて見たけど、美人な上にオーラがすげえな。受付を担当したスタッフたちが、凍えながらも興奮したようにそう言い合っているものだから、はいはい、死後はストップ。と彼らをなだめ、俺はオーダー表に目を通す。日村さん、SNS のフォロワーがめちゃくちゃたくさんいるから、うちの店のこと載せてくれたら、お客様ももっと増えるかも。こら、たとえどんなお客様であっても、俺たちは自分の仕事を精一杯するだけだよ。さあ、仕事仕事。スタッフたちにそう葉っぱをかけて、俺はカット席へと通された日村さんへ近づいた。この度は当店をご利用いただきありがとうございます。本日担当させていただきます、杉江と申します。よろしくお願いいたします。あら、ご丁寧にどうも。こちらこそよろしくお願いしますね。さすが有名女優。そう言って微笑む姿は、まるで映画のワンシーンのように様になっている。醸し出されるそのオーラに緊張しながらも、俺は平常心を心がけ、いつもと変わりなく応対したのだった。ところが、日村さんが訪れた数日後から、店の新規予約が急激に増え始めたのである。何でも、彼女が自身の SNS で好意的なコメントとともに、店のことを紹介してくれたようで、それを見たフォロワーが続々と来店しているらしい。また、それに伴い売り上げも先月の3倍を記録しており、
このまま行けば今年は過去最高を叩き出しそうな勢いであった。その日もヘトヘトになりながら業務を終えた俺は、純太に呼び止められオーナールームを訪れていた。何、改まってようって。あ、そろそろ新規スタッフを増やすとかだよな。ありがたいことに日村さん効果でこの頃みんなてんてこまいだから。だがそんな俺の言い分を遮るようにして純太は口を開く。なあレオ、そろそろお前独立しないか。俺は思わず、へと首をかしげてしまった。独立って、なんで。ポカンとする俺に純太はどことなく早口になりながら答えた。いや、これまでお前は十分店のために頑張ってくれたし、そろそろ自分の店を持ってもいい頃合いだと思って。なんだそれ。というか、じゃあこの店はどうするんだ。ここは俺だけでやっていくよ。幸いスタッフも育ってるし、これ以上俺の店にお前を付き合わせるのもどうかと思うし。しかし俺にはそれが彼の本心ではないことが分かってしまった。なぜなら彼は後ろめたいことがあると昔から不自然に早口になるという癖があったから。俺の中で純太に対する疑念が一気に膨らんでいく。俺の店ってなんだよ。ここはお前だけの店じゃないだろ。そりゃ経営は任せてるけど、俺だって店長として現場を回してる。それにお客様だってついてくれてるんだ。それを放り出す真似なんて。本心を隠しながら勝手なことを言う純太に、俺もついカッとなって言い返してしまう。だが純太の口から飛び出したのは、俺へ対する謝罪ではなく明らかな舌打ちだった。相手の表現に驚いて固まる俺を尻目に、彼はあからさまに態度を変えてこちらを睨みつけてくる。うるさい、ここは俺が開業した俺の店なんだよ。お前は俺に雇われてるただの店長。それをなんだ偉そうに。拾ってやった恩も忘れてよく言うぜ。その尋常じゃない剣幕にたじろいでしまいそうになりながら、でも俺は震える小姉で反論する。俺だってこの店の出資金を半分出してるよな。それに拾ってやったって、大手のサロンで働いてた俺に何度も頭を下げて話を持ちかけてきたのはお前だろ。そうなのだ。最初は開業などまだ早いと渋っていた俺を再三にわたって説得したのは純太の方だった。それまで勤めていたサロンからも辞める時には嫌味を言われ、それでも俺は純太の熱心さにかけてみようと思っていたのに。だが言い返した俺を小馬鹿にしたように鼻で笑い、純太はおもむろにデスクの引き出しから書類を取り出すとこう言った。何言ってんの。ほらここよく見ろよ。この店は俺一人の名義になってる。ここに俺の名前しか記載がない以上、ここは俺だけの店だよ。俺は慌ててその書類を覗き込む。確かに彼の言う通り、名義人には純太の名前しか記載がなかった。お前、俺が口を挟まないからって勝手に書類をいじったな。おいおい、人聞きの悪いこと言わないでくれないか。いきり立つ俺に純太はわざとらしく肩をすくめる。そしてヘラヘラと笑って彼は続けた。俺が追い出したなんて噂立てられたくないからな。辞める理由が必要だろ。そうだ、こないだ新人がやらかしたシャンプー液の発注ミス、あれお前の監督不行き届きってことにするから。ってことで店長さんは責任取ってクビになりましたとさ。とさもおかしそうに笑いながら、彼は気取った仕草で出入り口を指し示す。ほら、クビになったんだからさっさと出て行けよ。こうして俺は友人だと思っていた相手に裏切られ、あっけなく自身の店を追われたのだった。さてそれから数日後、純太に裏切られたショックを引きずりながらも、
俺は再就職先を探していた。美容師の求人自体は出ているものの、大手のサロンは純太があらかじめ手を回し、変な噂を流していたらしく、どこも面接にすらたどり着けずに、すげなく断られてしまった。5軒目の美容院にも断られ、どうしたものかと悩んでいた矢先、俺の歩く道のすぐそばに黒いワンボックスが静かに停車する。そして日よけ加工のされた窓ガラスが音もなく開かれると、柔らかい小姉が俺の名を呼んだ。杉江さん、こんにちは。この間は素敵な髪型に仕上げてくださってありがとう。あなた、日村さん。顔を出したのはなんと女優の日村さんだった。この髪型、とっても評判がいいのよ。杉江さん、今日はお休み？ああ、それは。にこやかに首をかしげられ、俺は何と言っていいのかわからず言葉を濁すが、さすが女優というのか、その独特のオーラに気をされ、結局は道端で身の上話を白状してしまった。すると、それまで黙って俺の話を聞いていた日村さんは、おもむろにどこかへ電話をかけ始める。そして、親しげな様子で何事かを確認し、電話を切るや、車に乗るように俺を促した。マネージャーさんだろうか。運転席の男性に目的地を告げた彼女は、突然ごめんなさいねと上品に頭を下げる。あなたを連れて行きたいところがあって、お時間大丈夫だったかしら？ええ、構いません。面食らいながらも、俺はおとなしく日村さんについていくことにした。それから20分ほど、いわゆる高級住宅街近くで車は止まった。そして俺は、こじんまりとしながらも、商社な建物へと案内される。美容院？建物の中には、リクライニングシートやシャワー台など、見慣れた備品が置かれている。すると、俺の言葉に答えるようにして、建物の奥から、杖をついた初老の男性が不意に顔を出した。そう、ここは美容院です。正確には過去形ですが。私が一人で営んでいましたが、半年前に腰を壊してしまいましてね。この通り、杖なしでは歩けなくなってしまって。ゆっくりと階段を降りてきた男性の横で、日村さんが彼を支えながら口を開く。私が駆け出しの頃からお世話になってたサロンなの。私の髪のことを私以上に分かってくれてて。それでね、杉江さんに出会って私ピンときたの。あなた、このお店を引き継いでみない？え？このお店をですか？あまりに予想外のことを言われ、目を向いてしまった俺に、けれど、元美容師だという男性も日村さんも、ニコニコと笑ってうなずく。あなたの腕なら十分にやっていけるわ。それにあなた、相手が誰であれ、きちんと目の前のお客様と向き合ってる人だもの。私はそういう人にこのお店を任せたかったの。ね？と日村さんは隣の男性へ微笑みかけた。すると男性も我が意を得たりとばかり頬を緩ませる。店舗のことは日村さんに任せておりましたので、彼女がここまで言うのなら私に否やはありません。中も自由に改装していただいて構いませんよ。あなたさえよければここはもうあなたの店だ。熱心ではあるが、純太のように押し付けがましいところはなく、むしろこちらを温かく応援してくれているような彼らの態度に、俺は不覚にも泣きそうになってしまった。そうして、今度こそこの店が自分の終の住処だと覚悟を決める。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。チャンスをくれた二人に向かい、俺は深く頭を下げたのだった。それから1ヶ月後、俺は譲り受けた店舗で
自身のヘアサロンをオープンした。純太の横槍が入ることを危惧し、派手な宣伝はしなかったが、なんと記念すべき一人目のお客様は、若手スタッフのミスがきっかけで店の常連となってくれたあの女性客であった。驚きながらも喜ぶ俺に、女性はいたずらそうな笑みを浮かべて種明かししてくれる。杉江さんが別のお店を出すこと、スタッフさんの一人がこっそり教えてくれたのよ。私の髪、やっぱり杉江さんじゃなきゃ任せられなくて、一番に来ちゃった。確かに、俺がこの店を引き継ぐことになったことを、特に仲の良かったスタッフにだけは教えていた。彼は彼で、俺と純太との間に何かあったらしいと察してくれたようで、大っぴらには無理だが、自分にもできることを手伝うと言ってくれてもいたので、これもその一環なのだと思う。また、女性客も自身の SNS で新しい店のことを宣伝してくれ、その後数ヶ月もしないうちに店の経営は軌道に乗った。自分は周囲に支えられているということを、俺は最近ことのほか実感している。だが、そんなある日、店にとある人物が乗り込んできた。接客をしながら乱暴に開け放たれたドアの音に振り向けば、そこには初めて見るような怖い顔をした純太が肉肉しげに俺を睨みつけていたのだ。彼は俺の姿を認めるなり怒鳴りつける。この野郎、お前俺の店の客をどんどん引き抜きやがって、俺に辞めさせられたと逆恨みしてんのか。ちょっと純太、落ち着いて。それに俺は引き抜きなんてしてないよ。お客様が俺の腕を信じてくれただけで。俺はお客様に断りを入れて手を止めると、とにかく純太を落ち着かせようと説得を試みた。だが純太は聞く耳を持たない。お前はいつもそうだ。大した努力もしないで欲しいものは全て手に入れる。俺とお前の何が違うと言うんだ。くそ、どいつもこいつもバカにしやがって。以前は美容師らしく、彼も身なりに気を配っていたのだが、目を血張らせ、髪もボサボサの今の姿にはその影も見当たらない。そしてとうとう純太が俺の胸ぐらを掴んできた。店内のお客様が小さな悲鳴を上げる。だがその時だった。おやめなさい。杉江さんにそれ以上手を出したら警察を呼ぶわよ。よく通る凛とした小姉で純太を止めたのは、たった今店に入ってきたばかりの日村さんだった。そうだ、そういえばこの時間に予約が入っていたんだった。俺は純太に胸ぐらをつかまれながら、場違いにものんきにそんなことを考える。そんな中、日村さんは異様な風体の純太にひるむことなく近寄ると、淡々と口を開いた。あなたのサロン、杉江さんが辞めてから随分と質が落ちたと噂になっているわ。それに、あなたが人前でも構わず、スタッフたちに辛く当たるから、店の雰囲気も最悪だって。客離れどころか、スタッフ離れも深刻らしいわね。と続けられた日村さんの言葉に、純太は怖い顔をしながらも黙り込んでいる。どうやら図星のようだ。実際、純太は免許こそ持ってはいるが、あの店を開業してからは何年も現場に立っていないのだから、不慣れなのも無理はない。また、前からスタッフに対しても威張るところがあったが、俺がいなくなったことで歯止めが効かなくなってしまったようだった。だが、沈黙を続ける純太へ、日村さんは追い打ちをかける。それもあなた、あまり良くないところから借金までしてるそうじゃない。大事なお店を放って、ここでこんなことしてる暇なんてあるの？なんでそのことを。冷静ながらも迫力に満ちたその指摘に、純太の顔は次第に青ざめていく。警察呼んだ方が、というお客さんたちのつぶやき声も聞こえてきた。それが彼にも聞こえたのだろう。俺の胸ぐらから手を離すと、
とうとう逃げるようにして店を出て行ったのだった。それから数日が経った。結局あの後、純太のことや有名人の登場により店内が盛大にざわついてしまったため、日村さんはまた来るわと言って早々に退店してしまった。そして今日は休店日ではあったが、先日の詫びも兼ねて特別に店を開け、俺は日村さんの髪をカットしている。あの時は本当にありがとうございました。おかげさまで大ごとにならずに済みました。鏡越しに頭を下げる俺に、彼女は何でもないことのように上品に微笑んだ。あなたにもお客様にも怪我がなくて何よりだわ。それより、あれからあの人、この店にちょっかい出してたりしていないの？ええ、大丈夫です。あちらの店も大変なようで、多分そんな暇もないんじゃないかと。あれから連絡を取り合っていたスタッフがこっそり俺に教えてくれたのだ。店に閑古鳥が鳴く中、純太は借金返済に追われているらしい。それもその借金はほとんど彼のプライベートでの散財が原因だと聞いた。そのスタッフも近々違う店に移るとのこと。あの店にいたスタッフたちもバラバラになってしまった。歯がゆくはあるが、この店のこともあり、俺には彼らの今後の成功を祈ることしかできない。そして俺が周囲に支えられているように、いざという時は自分も進んで彼らに手を貸そうと思っている。あいつも学生時代は明るくていいやつだったんですがね。怒りというよりは嫉妬と悲しみに彩られた彼の顔が忘れられない。もしかしたらそんな純太を変えてしまったのは自分ではないのかと、俺はあれからずっと悩んでいる。だがそんな俺の胸中を見透かすように日村さんは小さく笑って言った。自分のせいで他人の人生が歪んだなんて、そんなの傲慢な思い込みだわ。あなたにできることは一つだけ。これからも一人でも多くのお客様へ誠実に向き合うことよ。彼女の柔らかい小姉がしんしんと俺の胸に降り積もる。はい。ああ、本当に自分は周囲に支えられて生きている。そうだ、俺にできるのはこれからも精一杯お客様と向き合うこと。俺は自身の人生をかけて美容師としての仕事を全うしようと改めて心に誓ったのだった。